皆さんこんにちは。手話動画第6回見ていただいてありがとうございます。今日も簡単な手話を一緒に覚えましょう。さて今日ご紹介するのは出会いの季節とお出かけの季節に使いたいフレーズです。では始めます。はじめまして、2つのフレーズがつながっています。片方の手にもう片方の手をかぶせるようにして人差し指以外を閉じながら上げる、で初めて、両手の人差し指を向かい合わせて近づける、で合う、2つ合わせてはじめましてです。はじめまして、私の名前は、人差し指で自分を指す、で私、親指をもう片方の手のひらに当てる、で名前、この後に指文字で自分の名前を表現します。私の名前は。拍手。両手を上に上げ、手を回転させるようにしてひらひらと動かす。これがパチパチと手を叩く拍手の代わりになります。拍手。遊び。両手の人差し指を立てて交互に前後に動かすようにする、で遊びです。遊び。デートする。片手の親指と小指を立てた状態で前に出す、でデートする、です。カップルという意味もあります。デートする。一緒に行こう。両手の人差し指を中央に寄せてつけたまま前に出す、で一緒に行こう、です。一緒に行こう。いかがでしたか。今回は自己紹介の表現について紹介しました。下の名前を表現するときは指文字を使うことが多いです。今日は全国的に多い名字の手話表現を4つ紹介します。まずは佐藤さん。佐藤は甘いという特徴を捉えて、甘いの手話表現で名字も表現することができます。佐藤。お次は鈴木さん。鈴木さん。鈴は鈴を鳴らす様子、木は木の形からできた表現です。鈴木。次は高橋さんです。高橋さん。高いは高くなる様子、橋は橋の形を表しています。2つ合わせて高橋。次は田中さんです。田中さん。田んぼの田と真ん中の中、漢字の形から取った手話表現です。田中。このように漢字から来ている表現、自然や物の形の表現、砂糖は甘いなどの特徴を捉えた表現がありました。皆さんも自分の名字の表現がどうなるか調べてみてはいかがでしょうか。さてご紹介したデートする、遊びについて首をかしげながら表現するとお誘いの意味になります。デートしよう、遊ぼう。誘われた時にはデートにはいいねを、遊びには OK を使うことが多いようです。今日も最後まで見ていただけて嬉しいです。皆さん
体に気をつけて、またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。Mm-hmm.